やっほーみんな、今日はね、生理痛予防だとか湯漏れの予防をしてくれる筋肉を鍛えるトレーニングを一緒にやっていきましょう。私毎日やってんだこれ。もうガチの私の毎日ルーティンのメニューなんで、ぜひ一緒にやってみてください。30秒間ヒップブリッジの状態をキープするっていうのを3回だけやるんだけど、これ注意するのが、こう上がった時に腰反りすぎない、腰下げすぎない、膝と胸のあたりが、胸お腹のあたりが一直線上になるようにってのを意識してやってみると、腰反らなかったりとか気をつけられるかなって思います。30秒一緒にやっていきましょう。せーの、ふーって胸一直線上で、肩幅ぐらいで大丈夫、足開くのは一直線上で。でもしできたら、ほんとね、分かりにくいかもなんだけど、ぐーっとお尻に力を入れる感じというか、お尻の穴を締める感じというか、ちょっとクイッて骨盤を上げる感じというか、ちょっとお尻にぐっと力を入れられると、さらにギュッと引き締まるんで、ちょっとできたらやってほしい。あと5秒、4、3、2、1、ちょいと休憩。はい、下げて下げて。初めての方とか、あんまりやってこない方はね、足プルプルしたり、お尻プルプルプルってなると思うんだけど、もういいことなんでね。じゃあいきます、もう一回、せーの、30秒、息してね。腰反りすぎず、膝とお腹が一直線になるようにね。じゃあ湯漏れって何って思うと思うんだけど、最後に説明するから、ちょっと聞いてってほしい。恥ずかしいから最後に言う。あと5秒、4、3、2、1、オッケー。そしたらちょいと休憩の間、次ラスト、次でラストだからね、息整えて次の体勢の準備します。いきます、30秒ラスト、せーの、はい、膝と一直線上ね、反りすぎたら腰痛めちゃうから一直線上。もしできる人はお尻に力入れてやってみよう。これもうガチで私毎日やってる、湯漏れ予防のために。息してね、あと10秒、はい、あと5秒、4、3、2、1、 OK。 お疲れ様でした。最後の話ちょっと聞いてってね。今日はね、生理痛予防と湯漏れ予防の、トレーニングなんだけど、マジでこれ女子全員やった方がいいと思う。ほんと女子全員に推す一押しトレーニングだなと自分の中で最近思っていて、ほんとに私的に湯漏れ予防。湯漏れって何っていうのは、湯船に入るじゃん。湯船に入った時に上がるじゃん。上がった後にそのお股からお湯が出てくることが湯漏れって言うんだけど、だからそこの骨盤底筋、なんかこの、まあ、そこら辺の周りの筋肉をしっかり鍛えてあげると、そういう湯漏れっていうものがなくなるみたいで、最初私湯漏れしちゃってて、でちゃんとやるようになってから、その不快なお風呂上がりのものがなくなって、のでそうだから、もうほんとこれはおすすめトレーニングです。そうで、この前出したやつは結構種目が多かったというか、メニューが長かったから、みんな毎日できねえよって私だったら思うなって思って、そうこれだけでも毎日やるっていう感じで私もやってたから、もうまんまそれ私が毎日やってるルーティーンの通り今日は動画出してみたんだよね。だから一緒によかったらやってみよう、やってくれて嬉しいな。はい、ということで一緒にね、今日やってくれた人ありがとうございます。また一緒にトレーニングしよう、また明日から頑張ろう。ではバイバイ。みんなやっほー、なんと私が組んだガチ痩せメニューが探さなくてもそのまま飛べちゃうサイトができました。概要欄に書いておくから、ダイエットの効率をさらにもっと上げるためにぜひ使ってみてください。でさ、みんなってインスタやってる？みんなのね、 DM 返したりいいねしに行ったりできるから、私めっちゃインスタ好きなんだけど、レシピとかウェアとか美容についてたくさんアップしてるから、ぜひ覗きに来てみてください。それではおつひな、バイバーイ。Stop until I find